はいどうもこんにちは、菜々です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2019年度の昭和大学医学部の解題です。えー、大門さんの括弧3なんですけれども、まあ、3題あってその括弧1を取り除いてるだけですね。まあ、解題といっても問題を変えてるわけではありません。えー、と1だけをり取り除いてるということで、1は1回投げて終わる確率を求めようという問題が入っていました。 それは簡単なので省いています。はい、それじゃあ考えていきたいと思います。1個のサイコロを投げると大きいことを繰り返し、出た目の輪が5以上になったら割とすると、えー、5以上の目が出るのを丸と書いて、えー、5以下、あ、5、4以下ですね、5未満。これを×と書くとすると、えー、っと、 最初のお1回目に5以上の命が出る確率は6分の2で3分の1ですねだからこれが答えになるわけですだけどえっ、ー、とまあ状況としてはこんな感じになるわけですよねえっ、ー、とあるいはまあ合計が、えー、と5になればいいのでバツバツでもいいわけですでえっ、ー、とだからこう,こうやって計算しちゃいけないってことですね、えー、この確率は例えば、えーと 三分の一かける三分の二かける三分の一とか、まあえっとなりますよね。この確率は三分の二かける三分の一とかになりますけど、こんなふうに計算できないってことですね。はい。でえっとじゃあどうするかというと一番ですね。えっとまあ状況としてはえっと最初に一が出てつまりえっと五六が出ていない状況が 持、えー、じてないといけないので1234のどれかが、えー、と出てるわけですでその最初の目の出方によって後の目の出かかった方が、まあ、変わってくるわけですよねえー、とここはえー、とこっからいきましょうか4だと1から6の目どれが出ても5以上になりますよねつまりこれは6通り通りになります で、1個減ります。これは2から、えー、と5までの5通りになるわけです。でここは3から、えー、と2から6ですね。2から6までの5通り3から6までの4通りで、えー、ここは4から、えー、6までの3通りというふうになります。で、えー、とこれ全部合わせて 足し算すると三足す四足す五足す六で十八通りになりますよね。はい、で三十六分の十八ということで。三十六分の十八ということで二分の一が答えになるということになります。いいですか。はい、これが一番の答えです。二回投げて終わる確率ですね。一回目に終わってなくて、二回目に終わるっていうことですから。一回目は一から四のどれかが出なきゃいけないということです。 そ,ですね、でそれぞれに応じてその、えー、と36通りの場合の数で、えー、2回目でちょうど終わる5以上になるような確率を求めればいいというわけです。これ注意していただきたいのは1から123456、えー、と123456と,3 4 5 6とでここに、えー、と目の輪が5になるものが10個あるわけですよねこうやって。 でえー、とこちらが全部だっていう風に考えてしまったらツです。なんでかっていうと,、えー、とここの部分は1回目で、えー、ともう終わっちゃってるわけですよね。だから数えなきゃいけないところはここなんですよ。ここが全部で18個あるっていうことなんですけど、まあ、このように数えた方がね、あのー、間違いにくいかなと思いますんで、まあ、この先ね、えー、と2番のやっていく上でもこの方法の方がいいかなと思ったんで。 こちらを採用させていたただきましたはい、い、括弧2ですけれども、えーと、今度は終わるまでに投げる回数の期待値を求めようということで、まあ、期待値を求めさせる大学って、えー、と結構限られてますよね。昭和大学は結構期待値が出る大学として、まあ、医学部の中でも有名な方だと思います、えーとまあ。たくさん入ってるわけじゃないですけど、 1>, 1台だいたい入ってたりすることが多い印象ですね、えー、しかもまあそこそこ難しいまあめんどくさい計算を強いられるという問題になっているのでまあ苦手であったらちょっと避けてもいいかなという気はしますはいこの問題も結構計算がめんどくさくて、えー、最後までちゃんとね計算がたどり着く人は少ないんじゃないかなという気がします うまい方法もあるんですけどなかなかそれには気づかないんじゃないかなと思いますし、えー、とその解放ができた人は、まあ、かなり、えー、優秀だと思いますね、まあ、今回ねそのうま、えー、い方法はちょっと解説しない予定ですなん、えー、でかっていうとちょっとうますぎて、えー、発想として出てこないんじゃないかなというふうに、えー、思ったからですはいえっ、ー、と隔離全数は12345でえっ、ー、と 5回かかる可能性もあるるわけですよね5回かかる場合というのは全部1が出る場合ですねこの確率は6分の1の4乗ということですぐ分かります6分の1が4回続けば5回目には何が出てもいいわけですから6分の1の4乗というのは1回から4回目までが全部1という確率ですで5回目は自由ということなので6分の1の4乗ということですね 1> で、えー、と1回目の確率1回で終わる確率っていうのは先ほどここに出しました、えー、3分の1でしたねこれね6分の2で3分の1でしたよね、まあ、それをここに書いていきましょうこれ6分の2っていうふうに書いておきますで、えー、P2 は何かっていうと P2 っていうかこの x が2の時ですねこれは2回目で終わる確率ですから今求めた2分の1ですねこれが入ります つままりり分ののというのがここに入りますで P3 と P4 というのが問題になるのです。ここがちょっと計算がめんどくさいんですね。はい。で、えー、P3 はどうやって求めるかというと、まあ、P2 のやり方と同じよう、ね、要領でやっていき,いきましょう。えっ、ー、と13んとかという形。まあこれ、えー、と4になってますよね。つまり最初の2回で 4以下でないといけないので13とか12とか12何とかとかそれから11何とかとか22何とかとこんだけありますよね。で上の2つは1と3と3と1を交換してもいいので2倍あります。つまり、えっと、ここはもう、えっと、4出てるので1から6までのどれが来てもいいわけです。つまり、えっと、6通りあって12通りあるわけです。 倍の12通りあるわけですでここは、えー、と合計が3なので2から6までじゃないといけないわけですね。ということで全部で10通りあるわけです。11の場合には、えー、と合計が2なのでこれ3から6ですね。3から6までの4通りということになります。で22の場合には、えー、これ1から6までの6通りがありえて。 全部で合計すると 12+10+4+6 で32ですね32通りあるということがわかります、えー、ただしこのサイコロを 3, 3回投げるわけですから P3 の確率というのは6の3乗分の32ということになるんですね結構計算が、えー、と大変になりますよねで P4 になると6の4乗が出てくるんですよ その辺がちょっとね、えー、大変だなというふうな気がします。えー、丁寧にやればまあんとかできるかなと思うんですけど、まあ、この方針をまず思いつくということと、えー、計算を丁寧にやるということでもれなく、えー、とダブりなくやるっていうところがポイントだと思います。えっ、ー、と112四角えっ、ー、と4回の場合はですね111、えー、と出てあと ここは、えっと、合計3になってるので、えー、2から6までの5通りですよね。で112ってなってるものは2がどこに入るかで3通りあります。えー、3通りあってしかもここは1から6までの6通り入れるので、えー、6318通りあるわけですね合計ね。というわけで。 たす5で23通りあるわけです。ということで P4 は6の3乗分の23ということになります。はいということで P3 と P4 って今ここ書きましたけどここを改めて数字を入れていきたいと思います。ここに入る数字は6の3乗分の32というのと6の4乗分の ここの値だけがね、ちょっと大変なんですよ。えー、23ですね。で、期待値はこの掛け算ですね。ここを全部掛け算したものを足し合わせたものが、えー、期待値になるわけで、この計算を強いられることになります。つまり6の4乗分の1でまとめないといけないんですね。ここに6の4乗分の1がありますよね。だから結果として6の4乗分の1が出たので、えー、最初の部分6分の2と6分の3に揃えておいたわけです。 といううわけでを計算ししまょこれはまあ形式的には一応1 ×六分の2け×六分の 3+3×6 の3乗分の 32+4×6 の4乗分の 23+5×6 の4乗分の1となります。 で6の4乗分の1で全部くくってしまうとえっ、ー、と6の4乗をまあ分子にかけることになるので、えー、例えばここだったら2かける、えー、と6の3乗ですねでえっ、ー、と実質ここはえっ、ー、と1になってるんですよこれ1ですよねだから6の4乗がそのまま入ってきますここねそれから 3×323×32 に6の1乗をかけたものですねそれから 4×23+5 と,と,とこんな感じですかねで分子まあ丁寧に計算をしてくださいえとここちょっと続けましょうか6の4乗分の16の4乗分の1は1296っていうのは別に計算をしといて 432+1296 それからえっと真ん中ですねここが576になりますそれからえっとここが90の 2+5 ということで全部足し合わせてえ答えは1296分の2401ですね もうこうなるとねこれは果たして合ってるのかどうかっていうのがわかんないような答えになりますよね。そういう意味でちょっとねあの避けた方がいいかなという気もします。計算に自信がない人は避けた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってしまいますねこの問題を見るとね。はいでもね期待値の問題えー、っとまあ1問ね出るっていうことがなんかえー、っと。 ここ数年ね恒常的になってるような感じなのでまあ、期待値に対して、えー、勉強しておくことと、まあ、期待値の周辺ですね確率の計算まあ主体になるわけですからまあ、それも出るということなのでまあ大門の中の証文ですけどね大門の中の証文ですけれどもまあそれでもね、えー、と得点源になるんだったら練習しておいた方がいいかなと思います。はいというわけで。 まあ、昭和大学の医学部の問題ね、ちょっと連続してね、えー、出しましたけれども、特徴があるので、ぜひですね、えー、っと、まあ、大学医学部ね、目指す人、まあ、結構多くの人がね、昭和大学医学部に行きたいという人、多いと思いますし、えー、滑り止めにする人も多いと思いますんで、えー、ぜひ参考になればと思います、えー。今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。